のが嫌なら不等間で考えて、なんかあいつに期待過剰なんじゃないの。人の心はどうしても何か足りないけれど、そこんとこめるべきなのは恋人じゃない、親でもない、そのうち誰もいなくなるよ。お疲れ様です。お疲れ様です。7枚目シングルとのことですが、そうですね、うん、今回結構曲調がね、新しいみんなに乗れる系の曲を作ってきたんだけど、やっぱ大事なのはね、そのリズム、音楽に対してどれだけ真摯に向き合えてるかっていうのを今日は、まあ、今回かなり意識して作ったんだけど、よかったでしょ。いや、なんか課題曲っていうかさ、俺たちもなんかちょっとこれ7枚目じゃん。で、結構いろいろだ、なんかまあ結構いろいろ自分たちの、まあ、やりたいことっていうか、まあ、曲とやっぱあの MV 見てもらえてると思うんだけど、やっぱそこら辺でね、聴いてる人に、ね、投げかけてるもんってあるんだけど、今回のやつっていうのは俺たちのエゴで作ってる、うん、エゴで、うん、だからどう届くかっていうのは、うん、なんかまあ聴いてもらって分かんねえかもしんねえけど、まあ俺たちもなんか結構当てのない旅みたいなのしてるけどさ、なんかそこら辺だよね。まあね、うん、先の見えない旅っていうか、うん、そういうところを見に行くって感じ、うん、なんかまあね、橋休めじゃねえけど、うん、なんか7枚にして、うん、ちょっと一個の分岐点、うんうん、新しい俺たちを見せようっていう感じかな、うん、だから本当この曲に関しては本当聴いてる人にがなんか感じたまま受け取ってほしいなと思ってね、うん、うん、本当そんなです、うん、本当に、うん、マジそれだけ、うん特に言うことがないってことですよね。てか、なんだこのインタビュアー、何も言ってこねえんじゃねえかよ。どういうつもりだよ。いや、なんかいいこと言うのかなと思って聞いてたんですけど、うんうん、いや、中身が何もねえ。この曲はそういう感じなんだよ、俺たちにとっては。俺たちもうちょっと攻撃的なやっぱね、ロックバンドってイメージあるかもしんねえけど、この曲に関してはなんかちょっとそこら辺排除したんだよ、一回。そう、新しい色を見せようかなっていう、うん、キャッチーに言ったってことですよね。キャッチーとかそういう言葉じゃねえんだよ、うん、じゃあ何だと思う、うん、やっぱキャッチーじゃないもん、うん、なんか俺たちのなんかそういうもうちょっとインナーなそういうちょっと葛藤みたいなのがメシア持ってきたから、なんかそれをバンドでサウンドした時に組み上がったのがこの曲って感じなんだから、うん、なんか俺たちもまだ手応えっていうのが分かってないんだよ。そう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 、だからなんかそれこれ聞いてやっぱどう思うかっていうのはちょっとやっぱ逆に欲しいわけよ。うんうん、チャレンジっていう、そうそうそう、うん、オーディエンス次第、うん、そう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 、俺たちは、うん、曲を届けるのがさ、ウォークだし、ね、うん、やっぱり間違いない、響くのがやっぱりオーディエンス次第、うん、だけど俺たちもね、たまにはこういう感じで試したい時もあるから、うん、ここはちょっと、うん、まあ俺たちの分岐点なんじゃないかなっていう作品になってます。そんだけです。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいて、コメント、ランジャーお待ちしております。バイバイ。